じゃあいくよ。テレレレン、テレレレン、テレレレン、テン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 。この子を A ちゃん、この人を B 君、んでこの A 君と B 君はなんとカップルです。付き合っております。でもお家がとっても遠くて、橋を渡って行かなきゃいけないほど、ある日台風や嵐が来て雷とかで橋が壊れてしまいました。もうブカーンブカーンブカーンで会えなくなってしまいます。ブーブーって。これってさ、船があれば行けるわけよ。これ船ね。 A ちゃんは船を持っていません。 C 君、 D 君、この二人は船を持っています。ネットワークが。で、A ちゃんは船貸してください、お願いしますって言ったところ、 C 君からは1000万で、 D 君からはやらせてくれたら船貸すよと。 A ちゃんは1000万円という大金を持っていないから、 D 君とネトレイちゃんじゃねえで、仕方なく D 君とまあ、やってしまって船は借りれました。なんとそのおかげで船を借りて B 君に会いに行くことができました。 B 君が A ちゃんにどうやってここまで来たんだいと、おいふざけんなよと、お前他の男と寝たのかよみたいな感じで、まあ、怒りまして、まあ、そりゃそうだよね。 B 君は A ちゃんを振りました。泣いてます。うえー、 B 君にただ会いたいだけでなのに。そんな時に E 君が来ました。 E 君はこんな悲しんでる A ちゃんを慰めています。たくさん。なんと E 君と A ちゃんは結婚までしました。おめでとう。あなたはこの A 君、 B 君、 C 君、 D 君、 E 君、この登場人物の好きな順番を今から思い描いてください。じゃあ結果言うね。結果、これみんなが何を大切にしてるかの順番ってことからね。 A ちゃんが大事にしてるのは愛情、 B 君が大事にしているのは道徳、 C 君はまあ言わずもがなお金、 D 君は性欲、んで E 君が家庭。まで、ペコアラはちなみにね、言うと1位E 君、2位 C、 3位D、 4位道徳、5位愛。こうなった。ペコーラはね、こうペコーラはこれだったから、みんなともなんかあれ違うなって思ってビビってる。ちょっと